ロアン家の紋章ロアン家は、死者区、後に公爵となった、ブルターニュのロアン発祥のフランス貴族の家系。ポルオエ死者区から分かれた家であり、伝説上のブルターニュ領主コナンメリアドックに遡ることができると言われている。ポルオエ家を通して、ロアン家は、ブルターニュ公爵家ともつながりがあった。また、ロアン家は、フランス王家、イングランド王家とも隕石関係を持ち、フランス及び、 ヨーロッパの歴史において重要な役割を果たした。アルザス、ムチグのロアン城パリのオテルドロアンスービーズアルザス、ストラスブールのロアン宮殿アキテーヌ、ボルドーのロアン宮殿アルザス、サベルヌのロアン宮殿オーストリア、ウィーンのロアン宮殿、ポルオエ施爵の息子であったアラン一世イイドロアンが記事の名を取って初めてロアンを名乗った。本家は1638年に ジャンニセイが後継者なく死去し断絶し、その所領は文家のロアンジエ家に引き継がれた。初代ロアン公、アンリド・ロアンジエが死去したとき、その爵位と仮名は、唯一の娘が結婚したアンリ・シャボーの子孫に継承された。これにより、ロアン・シャボー家が創設されたが、ロアン家の断系文家ではない。17世紀から18世紀にかけて、かつてのブルターニュ王の子孫であることから、ロアン家は、 フランスエトランジェの称号とストラスブール大司教の世襲権を得た。ロアンジエ家は1638年に、ロアンスービーズ家は1787年に断絶した。ありがとうございます。